人工知能の世界で最も注目を集めているのが、ついにアップルが本格的に AI 機能の提供を開始したことです。iPhone や Mac に搭載される生成 AI 機能は、今後日本語やチャット GPT との連携も予定されているようです。一方、マイクロソフトコパイロットは音声での自然な会話や、PC の操作内容を自動認識して次の操作を提案する機能など、より実用的な進化を遂げています。さらに Google も、ジェミニライブを日本で開始し、自然な音声会話や Gmail、Google ドライブ内の資料要約が可能になりました。注目すべきは、AI の活用範囲が急速に広がっていることです。画像生成のイメージン3、作曲 AI の SNO、さらには Zoom での AI 生成アバターなど、クリエイティブな領域での実用化が進んでいます。企業の動きも活発で、OpenAI は過去最大となる66億ドルの資金調達に成功し、評価額は1570億ドルに達しました。またメタは独自の AI 検索エンジンの開発を進め、ロイター通信と提携してニュース分野への展開も図っています。AI の進化は個人の生活にも密接に関わってきており、特に40代男性のチャット GPT 利用率が約10ポイント急増するなど、中年層や若年女性への普及が着実に広がっています。